僕も73になりまして、ちょっとは息は切れますけれども、やっぱり、73になってもこうやって30代の皆さんと聞いてると、そのバイタリティもうやっぱり僕も40年前はこうやってやってたんだろうと思いますけれども、これからですねやっぱり自分では、73になるとだんだんパワーも多少落ちてきますね、やっぱり訓練してるんですがやっぱり落ちてきますので、今度は音を少なくしてそれで何か自分を表現したいと、そういうふうに勉強していきたいなと思っております。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。大阪から来ました本木恭介、みんなにモックって言われてます。28歳です。よろしくお願いします。地球の反対側のナイロビの人聞こえますか？モックンです。ナイロビ目指して頑張ります。ラワーかんねえよ。ちょっと、はい、次の次なんですけどよろしくお願いします。ラワーかんねえよ。バレてるな。14歳です。はい、林ライです。はい。頑張ります。ナイロビ。ナイロビの人。勝ったらナイロビだから。ああ、はい。ただ大河君は何歳からドラマを捉えてるんですか？10歳。僕10歳の時はねまだチンゲも入れなかったですね。その時からスティック握ってるっていう。下ネタ怒られる。母親来てるから恥ずかしい。すいません失礼いたしました。ペダル店のペダル借りた方がいいよ。山捨てて。どうなんだよ。山恥ずかと見て。もう今度交渉したらもう自己責任だよペダルは。本当だよ。本当です。では、まあ、次の後の2人に。そのままやって。そのままやってくれよ。え僕。僕しか面白いから。君の君の絶対。わざわざ大阪からまで来て MC までやられるんですよ。まさか交通費縛らすよ。みんなも払いますよ。やかましい。カジはいいんだよ。マジっすか。カジしかない。だから勝ち残るしかないんだよ。ライガ君は、まあ、何歳からだっけ？10歳から始めたんですね。僕は大体19歳から始めてるんで、その時点もちょっともうジャッジのところに入れてもらえたらありがたいと思います。さすが大阪人。だから僕は10年やっと叩いてるんですけど、ライガ君は14歳で4年です。4年でもうこの差ですから。14年と4年絶対上がるの。もっとちゃんとやるの上がるの。すみません。ちょっとそろそろ間が持たなくなってきたんですけど、だからそっちにも聞いてやってくれ。そうですね、意気込みをお願いします。川崎から来ましたベッドバーン。声が暗い。川崎から来ました。声が暗い。浅奥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 。彼はミヤマイク。ミヤマイク。あ、俺ミヤマイだよ。ミヤマイだよ。何歳ですか？30。ドラムで。15年。なるほど。何歳ですか？今36です。おお。36の筋肉じゃないっすね。間違いなく。腰痛いんですけど。腰が痛い。ドラムはどれぐらいやってはりますか？ドラムは13とかじゃないですかね。結構やってますね。23年。はい。なるほど。でも、はいはい。はい、上小阿仁村という人口2500人くらいの小さな乾村に生まれ育ちまして。あ、そうです。そうですよ。何県？秋田県です。おー。秋田美人。秋田美人。はい。なるほど。秋田から東京に出てきて23年バオバオ叩いて筋肉もついて
敗者復活枠から優勝を狙う36歳いいですね。ちょっとごめんなさい、タバコ捨てる場合じゃないですよ。せーの、ゴー
体重で負けたから。もっと食ってこい。